はい、皆さん、こんにちは。えー、今日も、えー、また、えー、明覚の奥さことの、えー、質問回収ですね。えー、ここの、236ページです。えー、興味ある質問をされている方がいらっしゃいますので、一緒に皆さんと勉強していきたいと思います。えー、在合深き、自分には使命などないと思うと。 こういうことなんですが、え、質問者の、質問をですね、えー、読んでみたいと思います。え、私は自分の在業が深いと思い知らされることが多く、多分過去世で大方法を犯して、え、無限地獄に落ち、ようやく浮かび上がって任界に賞を受け、え、今世で初めて入信できたのだ、と自覚するようになりました。 えー、こんなん私ですから、獣のル類が使命を持って生まれてきた中になど入っているはずがなく、えー、自分には使命というものはないと思うのですが、ということです。えー、これに対する、えー、奥さコとの回答を読んでみたいと思います。えー、66世日立商人は、た、えと、ー、え新しく来て捕鯨へ入った人も元を尋ねて、 ぬれば、えー、それだけ因縁を持って生まれてきているはずであると。えぇ、ー、ニッタシオの、えー、5巻、571ページに書かれておると、大勢です。このお言葉の通り、使命のない捕コ行ンはいません。えー、なぜそう言えるのか、そのことについて少子を申し述べます。まず、あなたは過去世のことに触れましたが、この、 過去、現在、未来という時間の流れはよく考えてみるととても不思議なのです。それは所詮瞬間の連続であると言えます。そしてこの今の瞬間を捉えようとしてもそう思った途端に今の瞬間はもう一瞬前。一瞬前になってしまい、直ちにはるか遠い過去に行ってしまうのです。 同様に未来もこの瞬間に現在へと流れ込み、そして直ちに過去になってしまいます。こう捉えると今の瞬間はクオンの昔にも英語の未来にも通じていることになりますね。わかりますでしょうかまた単に通じているというだけではありません。さらに実在という点から考えてみますと、えー、まだ来ぬ 未来には何も実在していませんし、過ぎ去った過去は前に実在していたというだけで、現に実在しているのは今のこの一瞬だけです。ということは、クオンの昔も、円号の未来も、実は現在の瞬間の中にこそあると言えるのです。えー、ですから大切なのは、現在の瞬間の 一年です、えー、三世諸仏総観文書には過去と未来と現在とは密なりといえども一年の心中のことわりなれば無分別なり、えー、五書の1412ページととかれまた三十一世日印商人も刹那すなわち瞬間のうちに 過去、現在、未来を愚することを、刹那三世。えぇ、ー、衆の一巻、354ページにございます。と、仰せられています。要は、現在の瞬間に真、真の、真人を奮い起こして、大聖人の五代官たる、五薄聖人に、心腹、随従し、事業、桁にわたる大目、修行に励む。 このことが最も寛容なのです。そのような信心に立つことによって、えー、いかにも、この度信心をいたして、法華経の行者にて、通り、日蓮が一門と成り通し、玉上し、日蓮と同意ならば、十の菩薩ったらんか。 末法にして、妙法伝華経の五字を広めん者は、男女は嫌うべからず。皆自由の菩薩の出現にあらずんば、唱えがたき、大目なり、えー。五書の666ページの条件を満たし、もし自由の菩薩のルールに加えていただけたなら、どのようなことになるでしょうか 現在の刹那に三世を愚し、三世は無分別ですから、この人は久遠の昔より、えー、日蓮大聖人の本県族、十の菩薩,菩薩のルイと現れるのです。えー、これはすごいことです。えー、それには恩義区殿に、南明法伝演劇教は三世一年なり、五、え、所、ー、の1801ページと仰せのように、三世をぐする、 現在の新人の一年こそ大切であります。現在の一年においてそのような真の新人に立てば、それまでがいかなず、えー、在合深き人であったとしても、使命をもって末法に生まれた十のルルとして蘇生すると言えるのです。えー、そしてその人の生命には過去からの在業の留まっている理由がなくなりますから、 在業は一時に絞り出され、天示教授されて消えていくのであります。えー、とはいえ、在業が一度に現れたら大変なことになってしまいますから、徐々に現れ、一生のうちに全て消し果てることができるのであります。えー、ともあれ、まずは自由のルルイとして認めていただけるような信心に立つべく、えー、自らの 信仰を鍛え抜いてまいりましょう、えー。今日は以上でございます。